ラジオ DJ、 スタジアム DJ、 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画はすごいぞ谷川選手、いきなり復帰戦でヤバすぎる、そして北川光選手デビュー、はい、というわけで始まりました。今回はですね、ローゼンゴード対ヘッケン、まあレビューではないんですけども、まあ北川光選手からね、ついにデビューしたということになりまして、ヘッケンでの試合どうだったのかっていうところも少し、見ていきたいなというふうに思いますし、いきなり谷川選手が活躍していますので、どうだったかっていうところも少し見ていければなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。それではレッツゴーやっていきましょう。ローゼンゴード対ヘッケンの一戦です。まあ上位対決となりましたけども、やっぱり首位のローゼンゴード強えなという感じがします。はい、いやー、まあヘッケンも弱くはないですし、なんて言うんでしょう、まあ相手がやっぱり強すぎたって言った方がいいのかなっていう感じがします。自分 なんかね、何が強いってね、やっぱり守備がいいんですよね、ローゼンゴード。だから相手を0点に抑えられたっていうところがまず1個あるので、そういった意味でちょっとね、ヘッケンは残念だったかなという感じがします。まあ2位だったんですよね、確かね。で、ハマルビーが確か6得点がなんかを決めて、ハマルビーで宮川選手がね、出てましたけども、ヘッケンがハマルビーに抜かれて、現在3位ということになりました。もうローゼンゴードこれ優勝だね。もうだって2位のハマルビーと勝ち点9差だし、まあヘッケンともそうだけども、まあちょっとここはもうこの3チーム抜け出てるけども、ローゼンゴードが頭一つ抜けてる。だってここまで開幕から16連勝なんで。ローゼンゴード強すぎます。もうなんかさ、一昔前の川崎フロンターレじゃないですけど、早く違うリーグ行ってくれみたいな、もうスペインリーグ行っていいんじゃねえかみたいな、WSL 行ってくれみたいな、それぐらいに思われるぐらいちょっと強いです、スウェーデンリーグの中で。ローゼンゴードは中でもやっぱり本当に谷川選手ってね、主力なんだなっていう感じがします。まあこれ 3-4-3 のダブルボランチ気味でしたけども、ちょっと谷川選手1個前に出るので 3-1-3-3 みたいな感じですね。はい、だからまあ若干トップ下気味になってもいいかな。まあでもちょっとバランスを見ながらダブルボランチっていう感じがしますけどもね。1対0で勝ちました、ローゼンゴード。アルナルド・ディルのゴールなんですけども、まあまずこの前にですね、はい。谷川選手だったかな、門脇選手だ。門脇選手か。かなんかが打ったシュートを北川光選手かなんかが、確か北川光選手だと思うんですけども、出して、まあそこはセーフティーでよかったんですけど、コーナーキックになって、そのコーナーキックを、谷川選手が蹴って、で1回弾き返されて1回谷川選手戻るんですね。で谷川選手がそのボールダイレクトでファーサイドに送って、ファーサイドからヘディングの折り返しをアルナルス・トッティルがヘディングでズドンっていう感じします。なのでまあアシストはついてないですけども、アシストのアシストみたいな、はい、谷川桃子選手がこのローゼンゴードの決勝点に関与したということになります。いやでもその前のシーンとか、まあ、シュートめちゃくちゃ積極的にいってたし、谷川選手マジでこのリーグでは圧巻だし、圧倒してるなっていう感じがしました。はい、まあ、ヘッケンの方がシュート数上回ってましたが、枠内シュートが3本ローゼンゴードで、試合率もそんなに変わらない。だから本当にこの2チームって紙一重なんだな。まあ、あとはやっぱりローゼンゴードは今シーズンめちゃくちゃ調子いいし、谷川選手が入ってることによって、まあ、めちゃくちゃ調子が上がっているってことを考えると、まあちょっとね、そのいい補強したなっていう感じがねします。まあこのままいけばおそらくバイエルン戻ってっていう感じです。まあどうなんでしょうね、これがシーズンがまだまだあるから、シーズンまでやってチャンピオンズリーグ戦うのかとか、バイエルンに戻る時期がどうなのかっていうところが少しちょっと気になるところではありますけども、バイエルン呼び戻すのかな、どうなんだろう。まあこの調子だと俺だったら呼び戻してもいいと思うけど、まあ今だとオーバードルフもいるでしょ、あスタンウェイとかでしょ、いやーきついよな、ボランチそこで試合出らんないんだったら、もう一年どっかで連タルとかでも全然僕はいいのかなと思いますし、例えばなんかオーバードフ誰か怪我したら行くとか、なんか今行っても出らんない気がするから、ローゼンゴードで僕は全然いいかなと思う。そこで腐るよりは、まあ、大丈夫だと思いますけど、でもなんかまあトップ下の位置でもねあるけど、まあやっぱバイエルンって強いして、今よりはまだちょっとこう試合出らんないんだったら、まだ全然スウェーデンで続けてほしいかな。それかまあもう一個上のランクのリーグとかで行った方がいいの、まあ、ウィーリーグとちょっと同じか、ちょいリーリーグより上かぐらいの気持ちで考えた方がいいと思うので、リーグのレベル的にそれ考えると、もうちょいレベル上、イタリアとか、はい、まあ、全然僕は WSL でもいいんで、まあ、WSL にレンタルするんだったらまあでも WSL 下のチームとかね、あと同じカテゴリーの下のチームとか、そういうチームにレンタルしてっていうのも全然僕はありかなっていうふうに思いましたね。はい、
い、まあ、このローゼンゴードで本当は圧倒的だし、まあ背番号10だし、本当に中心選手として考えられてるなという感じがね、僕の中ではしました。で、対する北川光選手でありますけど、まあ、門脇選手もいいプレーしてましたし、しっかりとね、シュートシーン行く。で、まあ、相手大きいながらでも、このポジションでやれてるっていうのは、めちゃくちゃある一定の本当に評価与えられてると思いますし、僕この選手成長したら俺結構いいところまで行くんじゃないかなっていうふうに思います。全然 WSL とかでも全然、だってスウェーデンでこれだけやれてるんで、門脇選手の評価もうちょいなんかいいと思うんだよね。過小評価されてないっていう感じが僕の中ではします。結構いい、あの別に日本人だからって言ってなんかひいきしてる、ひいき目ではないんですけど、門脇舞選手めちゃくちゃいいですよ本当に、うん。で、北川光選手デビューとなりました。まあ、先発出場で途中交代となりましたけども、全然良かったと思いますよ、僕は。はい。まあ、ただやっぱりローゼンゴードやっぱ結構攻撃もいいし、前にガンガン来てるので、守備に追われる時間帯っていうのは結構多かったな。だから持ち前の攻撃っていうのが出せなかったっていうところが一個あるかなと思います。まあ、そんな中でカウンターで一本コパーンっていって、点取れればとか、ゴールにつながるような決定的なところを作れれば多分評価は上がったんでしょうけど、まあ、その辺はやっぱ北川光選手の今後の成長に期待したいかなと思います。まあ、いきなりローゼンゴードだったので、まあ仕方ないっていうところもあると思います。まあだから、ここでなんか先発で出すのもちょっと酷かなと思ったけども、でも、やっぱり主力が抜けた中で、北川選手ポンって使ったってことは、やっぱりそれだけ期待されてるし、やっぱ主力として考えられてんだなっていう感じがしますから、その期待に応えられるように今後ね、やってってほしいなと思います。でも守備の部分では全然やれてたと思うし、そんなになんか、多分自分自身やれてないなみたいなことは多分思ってないと思いますよ。はい、まあ、いつも通りにはいかないです。それはそうです。新しいチームだし、まあ、それは自分のね、あれを出せないというのはそうだと思うし、いきなり公式戦だし、でいきなり左サイドバック先発出てってなると、まあ、それはいろいろ不安もあるしね、いろいろできないところっても多分結構出てくると思うので、そういった意味では全然僕はそれを差し引いても全然良かったのかなっていう感じが僕の中でも、まあ横へもうちょい攻撃して自分の持ち味を出してほしいなっていうところはねあります。続いて、今後のね主な日本人対決、ちょっと抜けてたらごめんなさい、まあ全部出せないのでちょっと僕がまあ主な日本人対決としてちょっと出しました。でね、日程がねいろんなところで違ったりするんですよ。なのでまあちょっともしかしたら厳密に例えばユールゴーデン大平均18日になってたりとか、いろんなサイトでちょっと違ったりとかするので、まあこの辺あたりでまだ日程の部分があったりとか、ちょっとねフラッシュスコアとかあの辺とかで見ると、ソファスコアとか見るとこの辺の日程になってるんですよ。だからちょっとまあ、暫定としててください。これ日本時間です、全部。全部日本時間で、暫定としててください。まあ、でも大体この時期にやりますよとか、と思っといてください。はい。で、全部は抜け出してません。日本人対決。アイク、AIK って書いてアイクなんですけども、このアイクに関して、アイクスポーツに関しては、田畑選手、田畑春菜選手がね、このチームに所属しております。ローゼンゴードとアイクがね、8月31日、日本時間20時キックオフやります。で、ヘッケン対アイクやると。だからこう、日本人対決がね、続くっていうことになりますね。で、10月12日に関して言うと、アイクとユールゴーデン。はい、小山忍選手。まあ、このあたり確か戻ってきてるんで、はい、このね、1週間前ぐらいの決勝かなんかなんですよね、確かね。違ったかな。もしかしたらいろいろ休養とか与えられて出ないかもしれないので、小山忍選手とかその辺が出るとかっていうのはちょっと入れてないんですけども、小山選手が戻ってくるという意味でここにユールゴーデン入れました。はい。でユールゴーデン対ヘッケンが10月20日、もしかして12日戻ってないかもしれないです。ごめんなさい、僕が入れちゃったのがあれかもしれないですけど、申し訳ないですね。で、まあ、日本人ちょっと僕が抜けてるところあると思いますし、ちょっと2部は入れてないです。はい。なのでちょっと日本人選手も抜けてるところあるので、その辺はちょっとご了承いただきたいなと思います。はい。主なにしてますだから。はい。でローゼンゴード対ハンマルビーが10月20日20日、まあこの辺になると結構ローゼンゴードの優勝も決まってくるかなと。結構終盤争いでハンマルビーに勝ったら優勝みたいなところもあるんじゃないかなっていう感じがしますが、ローゼンゴード対ハンマルビーあるよと。ハンマルビーに関して天野鈴選手と宮川聡選手、宮川聡選手はすでにねもう試合出てましたね。はい。でユールゴーデン対ローゼンゴード、まあ、ここもちょっと楽しみですね。小山選手対谷川選手とか門脇選手、まあ、この辺もちょっといろいろ楽しみなところがありますけども、まあ、主な日本人対決としてちょっと頭に入れていってほしいかなと思います。さあ北川選手デビュー、谷川選手すごいぞということでやってまいりました。以上になります。はい。まあスウェーデンリーグもね、熱くなっております。日本人も増えて、海外日本人増えてるんでね、皆さん一緒に応援していきましょう。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー会場、サッカー界の未来を変える力になります。Thank you.